第七席文庫をお梅に挑むこと並びに次郎町文次郎を凝らすこと次郎ちの近所にお竹ばあさんというのがおりました孫娘のお梅と二人暮らしお梅がちょっと目につく娘なのでだいぶ張りにくる男もあったこのお竹ばあさんがある日あたふた次郎ちのうちへ 駆け込んで参りました地露町さんお家でございますか誰かと思ったらお竹婆さん大佐を忙しそうにしてなさるが何か妖怪。他じゃないが大変なことが舞い込んで困り切っているのでぜひ一つお前さんの力を借りたいので相談に来ましたおめえのところも年寄り一人孫娘一人万事に手勝手が悪かろうから かげながら気をつけてあげていたが改まって相談といや何事か知らねえがいきなり命を送れなんぞはごめんだよ。いかになんでも一つ屋のばばじゃあるまいし一つ屋のばあさんのようならおっかながらずとも済むんだが私はご存知の通りだからそれに年寄り一人娘一人につけ込んで。 無法なことを言い込まれて、つくづくこの世の中が嫌になりました。と水っ鼻をすすりました。一定前提どんなことだ。うちのお梅ね、あれをなんじゃないか、博打打ちの文治郎さ、知っていなさるだろう。おお、文庫か。その文庫がお梅坊の尻をつけましてね、あんまりうるさく言うもんだから、まあいい加減なことを冗談に言ったんだとさ。 蘭光は恐ろしくスケベエ野郎だからそんなこともあろうてそれからどうしましたところが今日御梅坊を捕まえて「さあこの間約束したように俺の女房になれ今日はもらって帰ると私のところへがなり込まれたのさおめぼは別に夫婦約束したんじゃなしまだ面倒くさいにいい加減なことを言ったのを勝手に都合よくとって女房にしてくれ」と言ったというのさ。 なるほどねありそうなこった。というわけで大梅坊もたまりかねて「文さん別にこれという約束したんじゃないじゃないかそれにそんなことを言うとはひどいね」と言うと「ひどいも何もあるものか」とねじり込んで理屈を並べそれが嫌なら金を出せ手切れ金をくれとこういう掛け合いなんだ大梅がおかしなことがあったとか深い約束したというでなしどうのこうのというでなし。 それを無理なことを言ってねじ込むので手がつけられぬと言って相手は大の男こちらは女二人実にどうも困りきってしまったがどうか次郎長さん一つなんとか口を聞いてもらいたいものだがよし承知したじゃあすぐに行くからおっ母先へ行って文公にいい加減に挨拶をして足が行くまで引き留めておきねえ。 引き止めるどころか向こうは貧乏ゆるぎをしなしないそうかじゃあ何分どうか次郎長さんお頼みしますよとお竹ばあさんは帰ってゆくすぐに次郎長を支度をいたしましてお竹ばあさんのところへやってまいりましたこちらは荒物屋の文次郎こいつ商売は荒物屋だがそれは看板だけでその実 バクチをかぎようとするやつ。いやあよ、梅、どうするんだ、ベラバメ。今さらぐずぐずしているところじゃありゃしねえぜ。うんと、一旦約束をしておきながら、今になってそんなことは知らねえと言われて、ベラバメ、そうでございますかと指をくわえてしっ込んだ日には、荒物屋の文次郎が男がただねえや。てめえたちにバカにされてたまらねえ。うんと言って俺の女房になるか、それとも手切れの金を出すか。 決まりをつけねえうちはここのうちは貧乏ゆるいもしねえからそう思えそんなことを文さん言ったってしようがない私は何もしっかりそんな約束をしたわけじゃないから知らないよ何このアマそういうならこっちにも了見があるこうしてこらる。と立ち上がって謀を千番にもいきなりお梅の紙を取ってそれへ引き倒したお梅は驚いて 文さん何をするのと言うのも構わず拳を固めてポカーリ一つ横っ面を殴った「あ痛い」とお梅は吐き出しまするやつを「さあもうこうなるからは仕方がねえ男の一族だてめえの髪を切ってしまうからそう思え」と懐に飲んでおった合い口をすらりと引き抜いて今やお梅の曲げを 根元から切ろうといたしまする。後ろにぬっくり立ちました清水の次郎長「文公待ちねえか弱い女をふんづかめいて何をしておるんだ一匹一人の野郎が女の元取りをつかめいてとんでもねえことだこれこの合い口を離さねえか」とギュッと腕をねじ上げましたから「あいてててだだ誰だ,誰だ生意気な真似をするやつはどいつだどこの誰だ いやどいつでもねえ俺ださあ相いを離さねえか離さなけりゃこうするぞとぎゅっと一つひねって折っておりましたところのあいを取り上げました文次郎は誰だと言ってひょいっと振り向くと次郎長だからああ清水の次郎長はにぃかお前が何もこんなところへ出る幕じゃねえじゃねえか何よ出る幕じゃねえとはなんだ出る幕だから出たんだ このお梅は誰の持ち物だと思ってるんだ。暴かりながら、この次郎長の持ち物だ。お梅は俺の囲いもんだ。それに、てめえは何を薄生意気なことをしやがるんだ。何？お梅がてめえの持ち物だと？当たり前えよ。俺がこうやって、月にいくらという給金を払って、目掛けにしているんだ。うーん、てめえの目掛けならなお、おもしれえや。ここならや、お梅は底抜けだ。次郎長。 おめえに掛け合わなければならねえ。よくもこの文次郎を殴りやがったな。やいやい、馬も休み休みえ次郎長はぐるりと尻をまくってそこへあぐらボをかき。あい文庫、てめえ気がふれてるんじゃねえか。下の女かけをやいやいくどきたてやがって、それで手切れのなんのと何を生意気なことをしやがるんだ。てめえはそんなことを言われる義理じゃなかろう。 まだ父っ子すが口の周りについているくせにしやがって何を生意気なことをぬかしやがるんだてめえこそ生意気だてめえが清水港の長五郎ならこっちも清水港の文次郎だ五分と五分の人間だ女を口説いたがどうしたてめえの持ち物だというのは嘘だてめえの持ち物でねえということはちゃんと知っているんだてめえはおたけババアに頼まれてそうしてここへ飛び込んできやがったんだろう そんな手に乗るようなもんじゃねえぞケルケル何を脱がしやがるというといきなり立ち上がったジロチョボが文次郎の横っ面を一つポカーリ殴った。この野郎殴りやがったのというと文次郎はいきなり飛びかかってジロチョの胸ぐらを取ろうといたしまするやつもジロチョボハッと身をかわしまするやポーンと足を上げて文次郎を蹴った。蹴られて 仰向けざまにたぼれるところを「このやろさああとで口のききねえようにしてやる」と言うとおっ伏せておいてからだぬきかぬほどなぐりつけました文次郎はなきごえをあげましたが「だまみやがれこのやろおとといこい」と言うとそのままおもてへドーンとつきだしました文次郎はおごらいへドターリのめってひたいさきはすりむきちわでる手あしはめちゃめちゃにぶたれました や,ろや覚えてる昆虫う、どうするかはにゃ覚えてるもいねえもねえや死刑死がしたけりゃいつでもしてみやおれ女と思ってバカにしやがってけれけれ文次郎は痛さぼこらえ残念ながら家へ帰ってしまいまするこちらはおたけばあさん ほうも、お、ま、前、誠にありがとうございました。次郎長さん、お前さんのおかげで、おも親分、ありがとうございました。本当に私は驚いてしまったんですよ。何？驚くも驚かねえもあるもんか。あんなさんしたやろう。す生意気におたけさん、お前がなんだぜ。金を持っていると思って、ゆするに来やがったんだ。い,いやん、貧乏人と見られるよりも、金持ちと見られる方がよっぽどいいや。 本当だよ私のようなものを揺するなどというのはあきれてものが言えねえくれえのもんだ。そこで次郎長は酒を買わせましてお梅を相手に飲んでその晩は帰りましたがこちらは荒物や文次郎近所の口利きを頼んで次郎長に掛け合いましたが次郎長らに承知いたしません。バカを言えブローめ あいつがががするに来やがっっったたから、あれが言って殴ったんだ。それがどうしたんだいくつを言ってわからねえから殴りつけたんだ」と言ってどうしても次郎長が受け付けませんところが親父の三右衛門は財産家でございますから三右衛門の方へその口利きが参りまして文次郎が長五郎のために打たれて体も効かなくなりましたからこのことを町奉行へ訴えてくると言った で掛け合いましたところそこは親でございますからこれが後編の沙汰になりますするとこと面倒でございますよって三右衛門が重量を出しこのことは内裁ということになりましたすると次郎長がこれを聞きますると怒ったの怒らないのやろう、俺のところへ掛け合いに来て承知をしねえもんだからとうとう親父のところへ掛け込みやがった今にどうするか見やがれと しばらく考えておりましたがこれがちょうどけんかよりいたしまして三日目のことでございます。しょぼしょぼ雨の降る日野郎ひとつ脅かしてやろうと刀を取り出しまして雨を幸いに傘の中へ刀をのばせ傘を半開きにいたしまして自分のうちをいで荒物屋の文次郎のうちの外の窓のところにたたずんで。 うちのヨボスを聞いておりますと医者がちょうど来て両地をいたしているよボス先生いかがでございましょう何大丈夫だ別に大したことはないこの薬さえつけていさえすれば時期よくなる何傷はほんの少々だからさようでございますかけれども先方へ先生大行にふっかけてあるんですからどうぞ先生このことは 人にも大変な傷だというようにおっしゃってください。はい、いさ心得ました。医者と話をいたしておりますのを、次郎長が窓の外で聞いていたからたまりません。ご縁くださいよし。はい、おいでなさいまし。いきなり次郎長が格子を開けると、傘をそれへ放り出しておいて、ずいっと上へ飛び上がり、おかみさん、おめえさんのうちの文次郎さんがね、 わっちが行きがかり上仕方がねえからああいうことをやらかしたんでところが親父からいろいろおめえさんの方へわびを入れたところそのわびを入れてくだすったようだまことにありがとう存じましたそれを聞いてみると黙ってもいられねえから今日はお見舞いに参りましたまあそうでございますか全体宿が悪いのでございましていえどういたしましてごめんなさいましと通れとも言わぬにずい と郎長は寝前通りましたが野郎の体中に公約などをあってご体いにうなっております。次郎長これを見ると「やい文公てめえ何かまだくたばらねえのか俺はもうとっくにくたばったかと思った。てめえのようなやつはこの世の中に生きていちゃ邪魔っけ。いっそのこと早く肩のつくようにてめえの側首を取りに来たからそう思え」と聞いて医者も驚いたが。 文次郎はっと言うと立ち上がりいきなり窓を破って外へ飛び出し「人殺し!」と言って逃げ出した次郎長これを見て「どうだいこれが死にそうな病人かい人をバカにしやがってはいこの医者坊犬がそっくりを叩き落とすんだけれども今日は勘弁して助けておいてやるぞここのうちのやつらもてめえっちも語りだこんな傷を大行に言いやがって そうして人のうちへ掛け合いをつけて金をゆすやがる。えめえたちの語りをあべこべにこっちから訴えてやるからそう思え!」と刀を鞘に収めてゆ々ゆとうちに帰って参りましたがちょうど翌日のことジロチョボのるす親父の三下門が参りましてあの野郎に切れ物を持たしておいてはこの後またどんなことをするかもしれないとそっと刀を持って帰りました。 次郎長は仕方がありませんから、家臣の棒を浜釣場に削り上げ、これご対して相変わらずバクチ場に顔を出しております。しかるところ文興はこれが悔しくてならぬ、どうかして次郎長に死会しをしようと試案をいたしておりました。」